スピードプラスを企業スローガンとする海老名電化工業。創業1946年、独創的 R&D と高度生産システムで常に表面処理業界をリード。海老名はメッキ加工技術、受託分析技術、環境技術の三大技術を持って、スピードプラスの下、先進の表面処理技術を世に送り出し続けています。海老名の三大技術を支えているのが強靭な技術部門。それらは世界初といえる表面処理テクノロジーセンターテクノマークと各種テクノラボ。テクノマークは次世代表面処理の研究開発の拠点として、最先端設備と研究スタッフを有し、試作から課題解決までを担い、新素材、軟メッキ材などに対する技術革新に挑み続けています。海老名の表面処理ビジネスの大きな柱の一つ、メッキ加工技術。独自の表面処理技術と先進の R&D を背景にビジネスを展開。その中核となっているのが各種テクノラボ。特にテクノラボスペースアイは最新の高精度分析機器を揃え、多数の技術研究スタッフを要し、表面処理の試作から製品化、量産化までのビジネスをサポート。さらに高品質メッキ加工を支えているのが海老名独自のエンクス。エンクスはテクノラボと生産ライン直結のメッキ液デジタル管理システム。メッキ加工の心臓部ともいえるメッキ液の高度管理システムエンクスによって、品質の均一、安定化と生産のスピード化を実現し、高い信頼を得ています。ますます多くの業界から要求される超微細化表面処理技術。それらの要求、期待に応えるため、受託分析技術ビジネス、アリスを強力に推進しています。業界屈指といえる最先端の各種分析、解析、計測機器、そして試験・評価機器を配備し、専門スタッフの持つ高度の分析能力を駆使、求められる新たなメッキ素材などの研究開発に挑んでいます。そのため多種多様な気球に応える一環として、国内外の有力企業や大学との共同研究にも積極的に取り組んでいます。海老名では第三のコアビジネスとして、無限のビジネスフィールドともいえる環境技術に着目。その次世代環境技術は、ドイツで開発された銀殺菌のバイオ触媒AGWX と海老名の高品質メッキ技術との融合による水系浄化システム。高い殺菌能力と安全性を持った新たな産業用生理活性触媒としてビジネスを推し進めています。海老名電化工業はこれらのメッキ加工、受託分析、環境の三大技術をさらに進化させ、未知なる表面処理技術のパイオニアとして研究開発に日夜挑戦し続けていきます。一歩先を行く海老名電化工業にご期待ください。